ウィッシュマさんは、飢餓状態、及び緊急搬送の放置、この二つが原因で、亡くなった。こんなひどい、犯罪だけど、名古屋入管の、誰も、処分を、受けてない、悪い、と思っていないからなのだ。ウィッシュマさんは、生命の危険を感じ、仮放免を望んだが、許可されなかった。入管にしてみれば、 在留するなんて余計なことをしないで本国に送還したい。そのためにウィシュマッサンを放置して懲らしめ諦めるようにと。だから命が何よりも大事という行動は取られなかった。ただ送還を考えて。外国人の剣をのことをゼノフォビアという。これが入管の真ん中にある。外国人は 厳しく管理し、抑圧を行わなくちゃ、こんな変な使命感を持っているんだ。入管というのは、どういう組織なのか、入管の歴史を見てみよう。戦前の日本は、台湾と朝鮮を植民地にしていた。植民地だから、 日本国民なのだけれど厳しく管理した。移動の自由もない。日本に反抗し危険な奴らだと特攻警察が締め上げた。日本は昭和の戦争で敗戦。日本はすぐに台湾と朝鮮の人を外国人とみなすと宣言。52年のサンフランシスコ条約の直前に台湾と朝鮮の人の 国籍を奪った。多数の在日の台湾人と朝鮮人は国籍を失い、そして厳しく在留管理された。入管の職員に鬼のような特攻警察が映ってきた。戦前の厳しい台湾、朝鮮人の管理が戦後に引き継がれた。特攻警察の鬼のような心が入管の DNA になった。 1980年代からニューカマーと呼ばれる外国人が増えていった。新しい外国人時代特攻警察の DNA が続いてきている。